今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには日本中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は日高村の和の輪にやってきました。ここでランチです。和の輪日高村は今オムライス街道で町おこしをしようと頑張ってるんですが、卵が値上がりしてなかなか大変そうですね。鮭フライ、ポークビーンズ、からし和えびソース焼きそばです。あ、意外と今日は空いてますね。まだこれがあるね。でしかも黙食だし、13日で終わったはずなんですが、ここはまだコロナ対策真っ最中のようですね。はい、満腹を任せて飲食なんでもありますね。老健施設にね、うん、そうか、老健施設があるもんね。日替わり175円ですね。ここの焼肉定食なかなか美味しいんですよ、ね、しいんですよ。でもおばあがもう日替わりなのにしてしまいました。豚ピリ辛丼、ちょっと寒いし家取ってくる、ね、はい。で、まあオムライスガイドなんでオムライス1050円もありますね。お母さんの手作りケチャップオムライスセット1000円、こんな感じです。日替わり来ました。鮭フライですね。で味噌汁、漬物、これは羊羹ですね。で焼きそば、豆の煮物におひたしでご飯です。ではいただきます。鮭フライ。タルタルソース。残念ながら冷めてました。コーヒー来ました。デミタスです。ではいただきます。村の駅日高にやってきました。ではここから歩いていきます。まず土産線の線路を渡っていきます。菜の花いっぱい咲いてますね。はい、お揃いですね、菜の花。川ではこの橋を渡ってメダカ池の方へ行きます。メダカ池まで歩いてきました。この新しくできた堤防をずっと歩いてきます。これはこの辺りの遊水地として作った、整備したところですね。橋まで歩いてきました。ここでこのちっちゃい方の池は終わりで、向こうが大きい方の池ですね。池が2つあって、であそこにメダカの
マークがあるのがメダカ館ですね。ポータルでしたね。ポータルでしたね。よく通いましたね。アジサイの木も芽を吹いてきましたね。下ってきました。で、池沿いに来ましたので、あの浮桟橋に行こうと思います。この浮桟橋は少しでも近くで調整池の動植物を観察するために作られたものです。いい子はお父さんお母さんと一緒にねってやつだな。水鳥がいっぱいいますね。じゃあおばあが何をやってくれるでしょうか。これはさすがに揺れんだろう。さあおばあが何をやらかすか。相も変わらずでした。水鳥の糞でいっぱいですね。これはレンギョウですか。まだ梅が咲いてました。お地蔵様に参拝するおばあ、天満宮まで歩いてきました。天満宮なんで撫で牛がありますね。菅原道真は牛ととても関わりが深くてですね、でこの撫で牛を撫で、体の悪いところを撫でて、この撫で牛を撫でるとその病が治ると信じられています。で菅原道真といえば梅ですよね。では参拝します。お地蔵様、はい、これがご神木でしょうか。桃の花、綺麗です。この辺りビニールハウスがあってトマトを栽培していたんですが、破綻してしまいまして、何も中身がなくなっています。もったいない話です。ずらっと並んだの全部空いてるんですよね。農村公園、田んぼに水を張ってそろそろ田植えが始まるようですね。